おお。すごい。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、いいものにしていただきました。ありがとうございます。はい、ちょっと最初の方間違えて取れなくてって、ごめんなさい、ちょっと。大丈夫です。途中退になっちゃった。もし、アラブに行った気分になっていただけたら。いや、もうなんか、もう旅行行くかなと思って、今日。台湾行かなくていいかなって。いや、ありがとうございました。どういたしまして、はい。ちょっと飛んできましたよね。いい。普段からあれですか？ずっとこの服で生活とかされてる？このところお花見で踊り始めてから。ああ、はいはいはい、いつもこのスタイルで。ブログと YouTube 受け取っていただけますか？あ、もちろんです、もちろんです。私ですね。 YouTube もやられてるんですか？あ、はい、やってます。でもなんか Twitter とかってやられてはないですか？前やってました。あ、前やってました。ブログとかにじゃあアクセスさせていただいて。今お名前教えてもらえますか？あ、名前がちょっと YouTube でやってないんですよ。本名でやってないので。もしかして人間じゃない？天使。ちょっと YouTube の文化として、名前とはまた本名と別のアカウントでやったりするんですよ。よくヒカキンさんとかって聞きません？私、アシュラとか、ああいう、Twitter？ まあ、Facebook は？Facebook もまた本名の子になっちゃうので、ちょっとまた別の仕事があるんですよ、YouTube と。 Twitter だけだったらいいの？あ、Twitter は、はい、全然大丈夫です。何ですか？アットマークで、はい、S で H A M シャン、はい、シャンプーで、シャムで A ですね。 A、はい、で、TUBE って TUBE 公開はいいんですよ。はいはいはい。ただ他の人に売らないでほしい。動画を売る、うん、あ、動画販売するっていうことです、うんうん、あ、それはもう販売は逆に多分そういうことはちょっと詳しくないのでできないので、はいはい、動画は別に。ああ、じゃあガバーヘラさんということで書いとけば大丈夫ですか？はい、大丈夫。エジプトだとさ、たとえ女性でもパーティーで出会うと1回は電話くれるんだけど、はいはい、日本ってほとんどの人は連絡くれないんで。そうなんですね。名刺ポンとくれても、はい、その後一応メール送っても返事来ないし。ああ、ディスコとかの、おディスコの素人ダンサーのレベルものすごい高い。すっごいめちゃうまい。私アメリカから黒人とかよりもエジプトのダンサーの方がうまいと思う。中野ってご存知？中の場所ですか？うん、あ、もちろんサンプラザ、はいはいはい、で10回営業してやっと初めて仕事でき始めたのね。はいはいはい。で、その女性社員もここ宴会が多いから頑張ってって、はい、そうしたらサンプラザの社員がすごい追い出すようになって、ここで仕事するなんつってすごい悔しくて、はい、最後はちゃんと踊る約束までしてたのに無理やり追い出されて、で私がじゃあみんなにこういう事情で今日出れないって言ってとか言ったら、そんなことになったらこちらはこちらで警察を呼びますとか言って、なんかね、ホテル、はい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 、ホテルね邪魔するんだよ。で多分警察も絡んでる。本当ないんだよ日本って。夜遊びがで、これから今、うん、カジノがこうできつつあって、まあ、訪日外国人のためですけど、あれがもっと主流になってくれば、日本って逆に安全じゃないですか、夜もっと遊べるはずなんですけど。そう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 、エジプトなんて夜のそのナイトクラブ、船のパーティーとかみんなも、はい、セレブが来るよ。裸になれとか言われなくてよかった。え、そ言う人は言うんだもん。羽田空港で言うことじゃないですあ、ちょっとだけね、はい、お話しさせてほしいんです。